皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらのムック本です。ヤング&オールセンのスマホショルダーバックブックブラックバージョン購入しましたので開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。中にはこちら本体、そしてこの取り外せるショルダーベルトですね。そしてこのサッシ入ってます。こちらの商品はセブンイレブンで販売されております。あとセブンネットショッピングでも売ってますね。ただなかなか見つけることができなくて、店頭でも売ってなかったですし、ネットでも売り切れになってたんですよね。ですけどようやく店頭に並んだみたいで今回購入することできました。ですのでなかなか見つからないなっていう方もそろそろ出てるかもしれませんので、気になる方はまたセブンイレブン行ってみてください。そして私はブラック購入したんですけれども、同時にこのベージュバージョンも発売されておりますので2色展開されています。それでは映していきます。ご覧ください。まず正面のこの部分にはヤング&オールセンのロゴですね。ブランドロゴの型押しのデザインとなってます。ゴールドのロゴになってます。で、表面の素材は合皮素材、脂肪のある合皮で、質感も良き状態ではないかと思います。で、サイズは私的には思った以上に大きいサイズだなという感じですね。先日購入しました、ナチュラルビューティーベーシックのこちらのスマホショルダーと比べますとこれくらいの差があります。こうして比較するとより大きさがわかるかと思います。そして後ろ側見ますとこのようになってまして、ちょっとシワが入っておりますけれども、はい、表裏同様の、はい、ここにロゴがないというデザインの違いですね。そしてこのようにかなり薄い仕様となってまして、マチはほとんどないような状態ですね。あとでいろいろ入れていきますけど、でここにショルダーベルトをつける D 管が付けられております、はい、そしてこちら持ち手が付けられておりまして、この辺りのデザインはヤング&オールセン定番のデザインのハンドルとなっておりますね。でこの辺りの付けた感じは、はい、このように仕上がっております。ハンドル部分もこのように肉厚で、はい、握り心地もですねすごく心地のいいものになっております。はい、そしてこの辺りも写しておきましょう。こんな感じで取り付けられております。で持った時もここの幅はちょっと狭い感じですけれども、問題なくこんな感じで握ることできます。では中を見ていきたいと思います。開口部分はこちら、中央にスナップボタンが1つ付けられておりまして、ここをパカッと開けます。ヨーゼフさんの新居にぴったりです。それでは中ご覧ください。まず開口部分のスナップボタンはこのようにゴールドの金具が付けられております。で上の部分はこの部分は合皮がこう切った状態で、はい、仕上がってますね。そして中の方はちょっと見えにくいですけど、ここ中央でこの仕切りが1つ付けられておりますので、こう分けて入れることが可能となっております。で内側の生地はこうですね、合皮はここまで来ております。開口はこれくらいか、手がすっぽり入るくらいに取れますので、マチはこうないわけですけれども、出し入れはそれほど窮屈感が、入れる量にもよりますけれども大丈夫かなと思います。はい、そしてこれがメイン収納で、外側にもう一つここの収納があります。こちら側は特に留めておくものはないんですけど、外側にスマホを入れておくのに、はい、ちょうどいい具合に、はい、このように付けられております。それでは入れていきましょう。まず外側の収納に iPhone の Pro シリーズのケースを入れますと、はい、こんな感じでこれくらいまで来ますので、すっぽりと奥まで入ります。で Pro Max の大きいサイズも、はい、すっぽり入りますね。ここくらいまでありますんでね。念のためアルフォートも入れますけれども、アルフォートもしっかりと奥まで入れることが可能となっております。それではいろいろ入れていきましょう。まずはお財布ですね。お出かけ用にお財布も入れるとするならば、こういった薄めの小さめのものがいいかなと思いますので、これムックモンですけど、はい、入れてみますとこうなります。はい、奥の方まですっぽりと行ってくれますので、開口部ジップではないですけど、ミニ財布であれば奥の方行きますので簡単に取られたりもないかなと思います。はい、念のため長財布入れてみますけど、長財布もですねこんな感じで、はい、奥まで入れて、はい、収納できるそれくらいの深さになっておりますので、ちょっともういっぱいいっぱいになっちゃいますけど、入れられないことはないかと思います。はい、続いてここ仕切りありますので、こういった目薬とかリップとかですね、小物を入れたりとか、あとハンカチをですねこう入れたりとか、分けて入れられるのがポイントですね。その他こういったエコバッグですね、小さめのものを入れてみたりとか、これくらい入れて大体
いっぱいになってくるかなと思います。ただもう少し隙間がありますので、細長いものであればもう少し入ります。はい、といった具合の収納力となっております。そしてショルダーベルトなんですけど、こちらも同じく合皮素材が使われまして、はい、ちょっとこう細めのベルトになってますけど、取り付け部分はこちらの金具で簡単に取り付けできます。そしてもちろんサイズ調節も可能となっております。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。まず正面にはこのヤング&オルセンのゴールドのロゴ、そして合皮の質感もとても良くてですね、見た目のおしゃれさ、そしてかっこよさがすごくいいかなと思います。でこのハンドルの部分はヤング&オルセンの定番のデザインとなってまして、まあ、それをこう小さくしてスマホショルダーバッグになったということで、やはりデザイン的にもかなりおしゃれじゃないかなと思います。そして私ブラック購入しておりますけど、ベージュも同時発売されておりますので、はい、2種類から選ぶことできます。でこの持ち手でこう持つスタイルもいいですし、このショルダーベルトも付けられますので、肩掛けもすることができます。で今一番長く設定しておりますと、私の場合ここくらいまで来ますね。斜め掛けしますと、はい、あちょうどいい具合に来ますので、はい、ベルトの長さも十分あります。はい、そして使い勝手見ていきますと、まず外側のここのポケットからスマホの出し入れは、はい、全く問題ないですね。出し入れはスムーズに行うことができます。でここにハンドルついてますので、ここにちょっと手を添えながらですね、出し入れするとよりやりやすくなってきます。そしてメイン収納なんですけど、スナップボタンパチッと開けまして、中に仕切りついておりますので、お財布と小物を分けられますので、お財布の取り出しもですね、こう中でごちゃごちゃすることもなく、はい、きちんと分けておけば問題なく取り出すことができるかと思います。そして反対側の仕切りの方からハンカチを取り出したりとかですね、あとはエコバッグ出してみたり、奥の方に例えば小物類ですね、こんなものを取り出したりとか、まあ、この開口がしっかりと、はい、それなりにありますので、この手をこう奥の方まで入れて取り出すことができますので、それほど入れすぎなければ窮屈感は出てこないかと思います。はい、でパチッと閉めて、まあ、こんな感じで使うことできますね。まあ、容量的には今入れたぐらいですと特に問題出てこないんですけど、よりもっと入れたいなってなりますと、やはり膨らんでくるのもありますし、詰め込みすぎることでこのスマホの出し入れがですね、ちょっと抵抗力がより高くなりますので、出し入れがしづらくなるということも出てきますので、まあスマホとお財布とあと小物数点入れるのみといった使い方になるかと思います。まあ、スマホショルダーももうすでにたくさん買いましたけれども、見た目のおしゃれさで言えばこれはかなりおすすめできますので、ブラックとベージュ2色セブンイレブンで販売しておりますので、気になった方はぜひチェックしてください。大変お待たせいたしております。それでは本日も最後になりますけれども、バッグの正確な容量を測定して終わりたいと思います。それではご一緒に How many ブルボン。バッグの容量は11ブルボンです。ヤング&オルセンブルボンストアスマホショルダーバッグおすすめです。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はヤング&オルセンドライグッズストアスマホショルダーバッグブラックバージョンの方を購入して紹介してみました。はい、なかなか売ってなかったんですけれども、はい、ようやく店頭に並んでおりましたので購入できました。皆様の方でもなかなか探してなかった方もですね、もしかしたら遅れて店頭の方に並んでいるかもしれませんので、気になる方はセブンイレブンの方に行ってみてください。ということで今回の動画は以上で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回のブログいいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。